マクミラン SA とアイアンワークスオブミザリーにて氷のヒルビリーで極寒イベントやっていきましょう。現地だとボーンチルっていう名前なんかな。そんな感じのチルイイベントが始まりましたね。ボーンチルって骨身に染みる寒さみたいな意味なんかな。多分ね。よし。で、なんでヒルビリーなんかはわかんないです。あ、というかデイリーです。はい。ちょっと調子に乗って彫刻ビリーかなんかで来てしまいましたが、多分うまく扱えません。そしてダブル悶絶フックで来てみた。ウィー、あ、惜しい。間抜けれんか。今スッて間抜けれるかなと思ってんけどね。よし、行くべ。チェーンソー決めたいけどね。お、あ、間に合わんかったみたいな。あれね、ちゃんとしっかり雪だるまに入れてたら雪だるまが壊れるだけのはずなんで、今のギリ間に合わなかったみたいですね。でも雪だるまも壊れたな。お、あれね、うわー、彫刻ビリなんか動いとる。楽しんでんなイベント。ええ。おもろ。OK。 そう、今みたいな感じで、あの雪だるまが壊れるだけのはずなんですよね。ちゃんと雪だるま入ったら。で、墓。あるね。この壊れ方は届かないんじゃないか。あ、届くか。うえ。よし、オッケー。よいしょ。はい、悶絶。で、そこ一人、そこ爆発。まあ、事故かな。ほい。あー、こういうとこでなー、チェーンソー、あー、殴るしかないわ、これ。戻るわ、これも。あれ降りたくないで。ちょっと苦しそう。この、うい、あ、惜しい。バスケちゃん、今の惜しいな。決めれれたらめっちゃ気持ちよかったやろ。よし、オッケー。ああ、悪か。お、足跡がない。これあれか。光明兄さんか。分かったね。奥行って右行ったか。あれ、ん、ん、あー、わかんねえ。これだいぶ遠く行かれたな。あー、もうええわ。わかんねえよ。すげえな、アイアンウィル、怪我の巧妙。この辺やと思うんやけど。いやー、もうこれ諦めようか。うぃー。違うか、さすがに。もう雪だるま遊びしてない。ここもいなさそう。あ、向こうだ。ここ行こうか。行きます。足跡見えた。いるね。いるな。ん？痛い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 。あ、しかも怪我してる。いいね。悶絶に釣ったから、あえて回復してないんかもな。で、は？はい。オッケー。で、あのタイミングちょっと悪かったね。周回が膨らむような感じになって思った。はい。悶絶したい。あー、悶絶遠い。いや、もう近くに釣ってよかったかな、今のは。こういうのが弱いよな。釣るとこ選べないのが。悶絶くん。強いけど弱い。よいしょ。悶絶。はい、ボカンで、あそこに一人の、あの奥に一人か。どうしよう。あ、どんどん、なんか来てる。ほい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 。まあ、追うか。
はい、2階へ参ります。そこ窓割ったで。ただ今回の窓強いタイプの先生じゃないから窓割っといてよかった。これで追いつける。これはチェーンソー決めたいな。おっ、あそこの破壊可能かで、あそこの破壊可能壁って壊し一択かなと思ってたけど、今の壊してなかった方が良かったね。いやーこれ地下釣りたいけど悶絶します。せっかくなんでバンバン使っていこう。わー残り2個、やべ、この人まだ1回目やんな。そうそう、一人やらんと。ここが爆発したから他そんなに進んでないね。そういうのが分かるのもやはりこの新パークの強み。表面する靴はマジで強いわ。ウィース。ほい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 。うい。OK! デッドハード。よし!これでかいね。ほいからの。あー、ちょ、悶絶遠い。いちいち悶絶遠いな。これは。力か。はい、悶絶せよ。で、これ2回目ね。はい、まあそこかな。これ別に見てる。2人おるわ。オッケーオッケー。救助した人と一緒にずっと回してたやん。1人、オッケーオッケーオッケー。飛ぶ。まあ前かすか。んで、まあこれ飛ぶよね。お、飛ばない。おお、うまっ。こっち前かした方がいいねんな。この T 字を前かして L 字で攻める、これが追い方。いやさすがに無理か。ちょっと点数を決めたくなっちゃったけど調子に乗ったな。では殴るわ。やっぱこういうポジションのところでうまいことチェーンソー決めれたらかっこいいんやろうけどな。なかなか難しいよね。離れていくな。うーん、で、は、OK、よし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 。普通に殴っとるわ。はいはい。んで、ほいほいほい、ドッカンして、この人も2回目やねんな。エース見つけたいな。よいしょ。今、二釣りが3人やろ。ネアも次で終わるから、どっちでもやろう。あ、おる。いいっすね。このネア、イベントエンジョイしてていいな。はい。倒すよね。オッケー。んで、ちょっと視点見せてのこうよ。ウィ飛ばないっしょ。OK! ドン。いいっすね。いや、一番極寒イベント楽しんでる君を葬るのは忍びねえが、行かしてもらおう。悶絶使っちゃう、これは。おい、ドン。おい、バイバイ。イベントいいな。ちなみにあの雪だるまに入ってる、あ、生存者が入ってる雪だるまをぶっ壊すと、あの今右端に出てるようなオーラが出て、んでこのまま試合を終えると勝敗とかそんなん関係なく、新スキンがランダムにどれかもらえるっていう感じらしいですね。ハグの新スキンもあるっぽいからぜひともゲットして、それはそれでまた動画撮りたいなと思っております。サバイバーのやつはね、基本ダサいセーターシリーズやから、かっこよくはないやつ。おお。あ、それきつい、それきつい。いや、待って。くそー絶対決めたろ。あー、むずい。じゃあ、もうそれむずない。これどうやって決めんの、ヒルビリーの人。ヒルビリー使いの人。本人に聞いてもた。まあヒルビリー本人が教えてくれてもいいんやけどね。いやーむずい。おーおーおー、今の端っこ追い詰めてチェーンソーできたかな。わかんね。ここで決める。はい、
うん。あ、負ける。これは厳しいんじゃん。 OK、 デッドハンドないんかなこの人。 OK、 OK、 うーん、どうしようかな。ここのフック使っちゃってて、どこ釣れる。いやー、これ悶絶は無理やわな。悶絶使っちゃったし、ここの次に釣るしかない。向こうが治る。あー、まあまあでもここの人も終わりで、こことこっちに発電機3つ固まってるから、まあこれ勝ってるっしょ。特に余計な変なミスしなければ、固まってない方にめっちゃ追っちゃうとかね。みんな雪だるま入らんかな。いや、ネアのおかげで俺も極寒イベント楽しめたわ。さあどこだ。よし、おっとおった。そういえばさそういえばエースも結構極寒イベント楽しんでたよな。いや、イベント、あーした。これはチェンスを決めちゃおう。イベントをピュアに楽しめば楽しむほどやっぱりプレイに支障が出るのか、その二人が先に死んじゃったな。まあそういうことになるんやろな。さてバーベチリ移ってくれへんかね。はい、チリ。つらんな。まあこれはロッカー回避かな。よいしょ。いやー、このスピード感いいな。別にそのなんか板グルとかで直角チェーンソーとかギュッて曲がるチェーンソーとか決めれなくても、やっぱ彫刻フルビリー楽しいわ。移動が単純に速いからさ、ギューンってバーベチリで見えたところとかに向かっていけるのが普通に気持ちいい。入ってる。うわーん。うぃー。さてどうする。うぃー。なんか今すげえ浮いたな。いやー、ボルタイかな。いやー、ボルタイあるな。おお。え、うわー、当たっていく。この人怪我の巧妙、アイアンウィルバスケスでしょ。突破とかあったんかもしれんけど。ああ、打開策か。ああ、DS ないよね。結構、その構成してたら、ディサイシブストライクを積む余裕がない気がすんね。よいしょ。アイアンウィル、怪我の巧妙。なんか回復系パーク1個と、ダッシュ系パーク1個と、みたいな。そんな感じの構成なんて。ああ、これ無理か。いやー、間に合わんな。彫刻じゃなきゃ間に合ってたよね今の。いやーでも最後はしっかりチェーンソー決めるよ。切られてくれ。はい、向こう走る、走る、向こう走る。んでここ決めたいな。飛ぶ、戻る、戻る。よし、よし、オッケー。はあ、決まった。というわけで、極寒イベント結構見た目がおもろいって、やっぱおもろいよな。雪だるまに入っていく生存者、動いてる雪だるまめっちゃおもろかったの。というわけで、まだねイベント始まってからキラーしかやってないんですけど、あのサバイバーの方でもイベント楽しんでいきたいなと思います。とりあえず本日の動画は、こちらにしつつ、ういー、またサバイバーでも楽しんでいくので、おもろい感じの視野になったら動画にしていこうと思います。皆さん極寒イベント楽しんでいきましょう。ご視聴ありがとうございました。セーター手に入ったわ。グッバイ。